はい、いつも大変お世話になっております。楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。今回はクラウドゲームの将来と、題しまして、ゲームのお話をさせていただきます。銘柄としては、バンダイナムコホールディングス、カプコン、この2銘柄を取り上げたいと思います。クラウドゲームとは何ぞやということでございます。非常に新しいタイプのゲームであります。9月24日、ちょうど東京ゲームショーが開催されている、これ、オンラインで開催されてたわけでありますが、その最中にアメリカのアマゾンからクラウドゲームサービス、ルナというサービスですね、これをやるという発表がありました。このクラウドゲーム、この数年間の間ですね、いろんな動きがあります。将来のゲームのスタイルというのはこれになるんではないかということが言われております。賛否はいろいろあるわけでありますけども、これまでに去年の春に Google ですね、アメリカのアルファベットの子会社の Google、これが Stadia というクラウドゲームのサービスをやるというふうに発表いたしました。そして去年の11月からスタートしております。あまり会員数は増えてはおりません。ただ、それに先立ちまして、ずいぶん前からですけども、プレイステーション、ソニーですね、ソニーがこのクラウドゲーム、プレイステーションナウという形でやっております。それから今年からマイクロソフト、これが Xbox を使ったクラウドゲームを始めると。こういうことであります。そして、アメリカのアマゾン、この IT のジャイアントがついにクラウドゲームをやるというふうに言い始めたわけであります。で、このクラウドゲームというのはどういうものかと言いますと、まず独自のハードウェアは必要ありません。手元にあるパソコンやスマートフォン、タブレットですね、それからテレビも使えるということになります。で、近くのゲームサーバーからインターネットを介してゲームソフトがストリーミング配信されると。で、そのストリーミング配信されるものをプレイするという形になります。ですので、手元のハードウェアにソフトをダウンロードするということはありません。あくまでもソフトは流しっぱなしになるということであります。で、この Amazon の Luna の場合、MacPC、WindowsPC、それから Fire TV という Amazon のテレビがあります。それから iPhone、iPad、これでプレイできると。で、Android スマホとタブレットにも近々対応予定ということであります。で、最初から100タイトル以上のソフトがプレイできるということでありまして、旧作ではあるんですけども、例えばバイオハザード7、でありますとか、パンツァードラクーンとかですね、名前の知られたゲームがいろいろ出てくるということです。あと、欧米で結構有名なソフト会社で UBI ソフトってありますけども、こことの提携も発表しているということであります。ただ、そのサービスいつ開始するのか、これは不明であります。で、値段は大変安いです。これ早期アクセス価格という形になるんですが、月額で5.99ドル、日本円で約630円ということになります。で、Google の Stadia が今10.99ドルと約1150円であります。で、ソニーの PS Now ですね、これが1180円ということになります。このですね、月額課金のシステムで遊び放題できるというのが、このクラウドゲームの一つの特色なんですけども、その中でも、Amazon のルナはかなり安いということです。ただこれは早期アクセス価格でありますので、事業が軌道に乗った段階で値上げになるという可能性はあります。で、このクラウドゲームで、これ後で詳しく申しますけども、ゲームのレスポンスが非常に良くないというのが、実は不人気の理由になっているわけなんですけども、この ルナの場合ですね、バイオハザード7が入っております。で、こういうバイオハザード7のようなですね、大変容量の大きい高精細なグラフィックを使うものというのは、もともとそのネットでの配信には向かないものなんですけども、これを入れているということは、ゲームのレスポンスについては、ある程度自信があるのかなという感じはいたします。ただ、これは実際にプレイヤーの人たちが、
プレイしてみないと何とも言えないことであります。まあ、ちなみにソニーの PS Now ですね、プレイステーション Now の会員数、これが2019年3月末に約70万人おりました。これが今年の4月末で220万人以上になったということですので、まだまだ会員数としては少ないんですが、結構その認知はされてきたみたいでありまして、増加傾向にはあるということであります。これがクラウドゲームの市場規模の予測の一つの例であります。まあ、伸びとしてはかなりは大きいんですが、実は2024年でも市場規模として相対したことではありません。3億ドル強でありますんで、大体、そうですね、300億から400億の間ということでありますので、ゲームの規模としては、そう、目先大したことはないのかもしれません。ただですね、実はこの2023年とか24年以降は結構急速に伸びていくと、ゲーム市場の中で、その一つの領域を占めるようになる、そういう可能性はあります。で、このクラウドゲームの問題点なんですが、実は先ほど申しましたように、ゲームのレスポンスが遅いということがあります。要するに、いわゆるラストワンマイルの問題です。近くのゲームサーバーからゲームを呼び出すと、ゲームソフトを呼び出して配信してもらうという形を取るわけなんですけども、この配信スピードの問題があります。受信だけではありません。ゲームですから送信するということも必要になります。で、これにはですね、やはり 5G の能力向上が必要になります。今の 5G、スペックがなかなか出ておりません。スペックはちゃんとしているはずなんですけども、そのスピードがなかなか出ていない。これが来年になりますと、より性能の高いフルスペックのチップが出てくるというふうに言われております。また2年後には、5G スマホの最先端の部分が3ナノの半導体になるということであります。まあ、そういたしますと、コストダウンも含めて考えないといけませんが、この2年ないし5年ぐらいかけてですね、端末の 5G スマホの端末の性能が上がって、そして基地局の性能が上がるということになりますと、5G の能力、スピードが今よりもかなり上がってくる、そういうことは十分考えられるわけであります。まあ、そうなってまいりますと、クラウドゲームをやる、十分フルに遊ぶ、そういう条件が整ってくるかなということであります。それからもう一つ問題がありまして、実は月額課金が非常に安いというところから問題が生じるんですが、要するにゲームソフト会社とクラウドゲームの会社ですね、Google とか Amazon のような会社と、ゲームソフト会社との収益配分の問題が生じます。やはり会員数が少なく月額料金が安いということになりますと、ソフト会社としては大して儲からないということになります。まあ、そうなりますと、今現実にそうなっているわけですが、配信されるソフトが旧作ばかりになっていると、新作がないということです。まあ、ただ、こういった問題はですね、時間とともにいろいろ解決されることでもありますので、やはり将来は一定の地位ですね、すべてがクラウドゲームになるとは、多分そうならないだろうと思いますが、一定の地位を占める可能性、これは十分あるんではないかなというふうに思います。で、家庭用ゲームビジネスとは競合することもあります。ただ、実際にはソニーもマイクロソフトもですね、家庭用ゲーム会社がそのクラウドゲームに参入するということをしておりますので、これは収益の補完にもなるということであります。と言いますのは、実は家庭用ゲームビジネスの問題点が最近になっていろいろと明らかになってきているということであります。この巣ごもり消費の中でハードウェアが全然手に入らない。なぜかというと、このプラットフォームホルダーですね、任天堂とかソニー、マイクロソフトのようなハードメーカーです。ここのみがハードを生産するということになっております。ところがですね、こういったゲーム会社が、ブームをすべて予見できるわけではありません。今回の新型コロナも誰も予見してなかったということであります。それから過去何回もエンターテインメントの世界ではですね、突発的なブームが起きるわけであります。そういったブームというのは予見できないことが非常に多い。ところがですね、このブームの時にはハードの品不足が結局起きてしまって、機械損失が発生すると
ということになる、儲け損なうということであります。まあ、実際に今ですね、大量のハードがあれば、新しいお客さんを大量に獲得できると、大変いい商売ができるわけですが、どの会社もそうなっていないということであります。まあ、こういったことから言うとですね、そろそろこの家庭用ゲームのビジネスモデルというものを変える可能性、そういったものもあるんではないかということです。これは全く私の私見ですが、ソニーとマイクロソフトについては、将来ビジネスモデルが変わる可能性はあるだろうと思います。それが全くないというんであれば、クラウドゲームに参入するということは多分ないんではないかなと思います。で、実際にソニーはですね、一部のソフト、まだまだ一部のソフトなんですが、ソニー製のソフトをパソコンに移植するということもやっているということです。まあ、実際に例えば今回のような巣ごもりの大ブームが来たときに、クラウドゲームがまともに動いていて、あるいはゲームソフトの一部をパソコンに、人気のゲームソフトの一部を、パソコンに移植しているということになると、その分は多分儲かったということになるはずですから、まあ、こういうふうなビジネスモデルの修正、変更というのは、今後、ソニーとマイクロソフトについては起こりうるのではないかなというふうに考えております。ただ、まあ、任天堂は多分、今のゲーム専用機のビジネスをずっと続けていくというふうに考えておいた方がいいだろうと思います。まあ、よほど困るか、環境が激変しない限りはですね、今の方針をずっと守っていくと。このあたりではですね、ソニーやマイクロソフトと任天堂とは、これから進む道が変わってくると、そういう可能性はあるんではないかなと思います。それとやはり、これがまあ今回結論なんですが、ゲームソフトの価値、そしてゲームソフト会社の価値、これが上昇するということであります。要するに家庭用のゲーム機メーカーですね、ソニー、マイクロソフト、任天堂、これだけでなくてゲームソフトの専業に注目したいということです。特に専業の大手ですね、過去からのソフトのライブラリーをたくさん持っている会社、カプコン、スクエアエニックスホールディングス、バンダイナムコホールディングス、光栄テクモホールディングス、この4社に注目してみたいと思います。で、この中から今回はバンダイナムコホールディングスとカプコンを選んでみたいということであります。まずバンダイナムコホールディングスであります。まあ、ちょっと以前の話になりますけども、4、6月期の決算ですね。減収減益ではあったんですが、ここの会社の場合、アミューズメント施設とかですね、玩具、そういうリアルエンターテインメントもいろいろやっておりますので、減益幅が 12.8% 減益で済んだというのは、かなり健闘した方だろうと思います。で、実際にですね、第4四半期については、前期の第4四半期については大幅減益ということになりました。これやっぱりですね、新型コロナの影響が結構あったということであります。では、なんでこういうふうに検討できたかといいますと、まずトイホビー、これがガンダムが底支えをしたということです。本来トイホビーですから、お店で買うものであります。お店への客足は確かに細ってはいたんですけども、一方でガンダムはですね、やはり巣ごもり消費の影響を受けた、好影響を受けたということです。やはり巣ごもっている間、ガンダムのプラモデルを組み立てる人が多かったと。いうことなんで、ダメージとしてはそう大きくなかったということです。そしてネットワークエンターテインメント、この中にアプリですね、ゲームアプリ、スマホゲームが入っていて、もう一つ家庭用のゲームが入っていました。で、この家庭用ゲームが結構好調だったということです。例えば家庭用ゲームの中でもですね、新作とリピートとあるわけですが、まあ、リピートというのは旧作です。で、この旧作が実は 2.3 倍、本数でいうと 2.3 倍に増えたと。いうことです。で、家庭用ゲームの売上高だけを取ってみますと、前年比で4割増になったということです。で、これがですね、実はこの増収増益、まあ、増益率としては 35%、35.2% 増益という、旧作が売れますと、旧作と言いますのは、要するに開発全部焼却してますんで、丸々儲かるということになるわけであります。まあ、これが結構寄与しているということであります。一方、このリアルエンターテインメント、主にアミューズメント施設ですが、やはり施設が休業になってしまったということでありまして、やはり赤字になってしまったと、それから映像音楽プロデュースですね、これにつきましては、例えばアクアのライブですとか、
アニメ制作ですね、そういうものがあるわけです。そういうものがやはり中止になったり延期になったりしたということで、大幅減益になってしまった。まあ、ここら辺が足を引っ張ったわけなんですが、今後を見てみるとですね、まずゲームについては、会社側はこのゲームの巣ごもり需要を一時的はというふうに見てるんですが、まあ、現状を見てみてですね、日本はある程度リアルエンタメが回復には向かっているんですが、欧米はとてもそういう状況ではありません。そういたしますと、やはり巣ごもり消費、ゲームの巣ごもり消費については、まだまだ続くと考えた方がいいだろうと思います。そういたしますと、この第一半期のゲームの興行績、決して一時的なものではないだろうと思います。で、来期を見てみますと、来期はこれ、プレイステーション5のビジネス、当然始まりますので、ゲームについては結構いい環境になってくる。それから、さすがに今回国内ではですね、映画館が再開されたり、100%座席の販売ですね、これが再開されると。で、劇場も空いてるということでありますので、リアルエンターテインメントについては、おそらく来期は赤字解消ということになるんではないかなと。それから映像音楽プロデュースではですね、実はここがラブライブサンシャインですね、これのアクアというユニットがあります。これのリアルのライブ、これが中止になってたんですけども、この10月にですね、ネット配信で無観客配信という形で、ライブを2日連続でやるということになりました。そういうふうに、この映像音楽プロデュースの事業も回復に向かっているということでありまして、こういうふうに見ていきますとですね、これ実は会社側、第二四半期以降、非常に悲観的な見通しを持っております。今期の会社予想では、10.2%減収の36.5%減益というふうになっているんですが、これはやはりちょっと上方修正ではないかなと。会社の見方は悲観的すぎるのではないかなというふうに私は考えております。まあ、私の見方では今期減収減益にはなるんですが、一桁で済むのではないかなと。そして来期になりますと、今期赤字になっているアミューズメント施設の部分ですね、これがおそらく赤字が解消されるということになるだろうと思いますので、増収増益、営業利益1000億いくんではないかなというふうな感じを持っているところであります。まあ、このあたりをですね、考えましてですね、今後6ヶ月から12ヶ月間の目標価格が9500円というふうにしたいと思います。それから、各本であります。実は2週間前のですね、この動画でもお話しいたしました。業績順調に推移しているということでありまして、おそらく今期ですね、上方修正というものがあるのではないかなというふうに思います。これもですね、やはり巣ごもり消費の影響で家庭用ゲームが好調です。特に旧作のパソコン版が好調であるということです。これがやはり収益によく効いている。それからバイオハザード8、プレイステーション5用ですね、これが2021年に発売になる。あと、モンスターハンターライズ、これ、ニンテンドースイッチ版です。これが来年の3月発売ということです。それとですね、こういうふうに新作の発売が随分回転よく進んでおりますんで、このままいくと、モンスターハンターワールドの今、大変売れてるソフトの次回作ですね、これが2023年3月期、このあたりに発売になる可能性があります。まあ、こうなってまいりますと、今期、来期、来々期とですね、順調な利益成長が期待できるのではないかなというふうに思います。目標株価7200円で変更いたしません。今回は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。